CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も大東亜戦争の真実をお送りしていきたいと思います。講師は林勝先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。前回は国家総動員法について、その制定の背景というものを聞きました。はい。まあ、国家総動員法という言葉はね、皆さん教科書にちらっと出てくるんで知ってると思いますけど、それがね、どうして通ったのかというようなところは多分、ほとんどの日本人、いや、もう皆無でしょうね。知らないと思いますので、非常に有益な情報だと思いますけども、今日はその続きからお話聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。前回は国家総動員法制定に関わる、暴挙護国団とですね、はい、近衛風見との関わりの権威について、はい、お話申し上げましたが、はい、もう一つ似たようなことでお話ししとかなきゃいけないことがありましてね、はい、昭和13年の7月、あ、これもお持ちの方は79ページですけどね、はい、昭和13年7月にですね、515事件で計画立案をして、そして自らも襲撃に参加して服役していた、はい、うん、海軍中尉の古賀清、はいはい、画像にもありますね、はい、この方が特赦で出獄したんですね、はい、出てきたんですね、はい、まず古賀たちがですね、海軍次官の山本五十六へお礼の挨拶行ったんです、はいはい、なんでって、はい、でそこでね、小遣いとして1000円くれたんですよ、うん、と1000円ってこと、今だとどのくらいだろうな、どのくらいでしょうね。いや、わからないです。ね、はい、うん。イメージで言うと、100万くらいかな、うん、か。もうちょっとするかもしれない ね、はい。で、続いてですね、内閣書記官庁、風見のところに行って、出獄してまず。はい。で、そこでも1000円くれたって言うんですよ。はい。ね。これ証言があるんですよ。はあ、あ、書いてある。1000円は、ちゃんと調べたら。はい。1000円はね、今の貨幣価値で500万円くらいだった。あ、やっぱりそうなるんだ、うん。はいはい。ね、どうしてだから風見やね、山本が、515事件の、はい、で、入国してたね、はい、海軍中尉古賀が、はい、出所した時に資金支援したかと。はい。古賀がなぜまず挨拶に行ったかっていうのは非常に不可解というか、はい、バックがありそうですね。はい、で、515事件っていうのは、犬飼首相が殺されたんですね。はいはい、うん、この時の逸話ってお話ししましたっけ？いや、聞いてないと思います。515事件のその実行犯たちが証言してるんだけども、うん、515事件の暗殺リストに、チャップリンが入ってたって話はしましたっけ。ああ、はい、それしましたね。はい、はい、じゃあこれはいいかな。うん。うん、いや、でももう一回言っちゃいます。はい、触れてください。つまり、そういった日本のね、軍人たちは、チャップリンがグローバリズム勢力の役者だっていうことを分かっててね。はい、うん、これをやらなきゃいけないということだったんですね、はいはい、でチャップリンが来日した時、まあ、日本の映画ファンというかね、大衆たち、一般の国民たちでも大歓迎して、という部分もあるんだけども、はい、日本の新聞の当時の報道でもですね、チャップリンというのはグローバリズム勢力の役者だと、うん、ね、なんであいつはというような報道もあったんです。あ、そうですね、日本でもね、で軍人たちもそういうことを認識して、はい、要するに左の思想ですよ、はい、ね、を、うん、刷り込んでると、うん、でこの後の方ですけどね、はい、独裁者という映画を作ってね、うん、はい、まだ強制収容所の話もない頃ですよね、うん、はい、いわゆる日本でもヒトラーが英雄だった時ですよ、うん、はい、ドイツを再建してね、うん、アメリカでもそういう認識だった時に独裁者という映画を、非常に政治的な映画を作って、うん、はい、反ドイツのようなキャンペーンを張ったのも、うん、はい、チャップリンですけどね、うん、そのチャップリンが犬飼首相のイベントね、犬飼首相とのイベントで首相官邸に行く予定だったんですね、はい、で、それがでも1日延びちゃったんで、うん、515事件の暗殺対象から外された、なるほど、外れたという、はい、ことは証言が残ってましてね、うん、曲がり間違いはチャップリンはこの事件で、はい、暗殺された可能性が、うん、あるということ、はい、前ちょっとお話したかもしれないですね、うん、聞きました、はい、ということですね、うん、でいずれにしてもその515事件の古賀中尉を山本五十六や風見明が支援していたという、はい、これ事実ですね、証言があるということですね、はいはい、で風見の話にね、はい、ちょっと戻っていきたいんですが、この体制ですね、はい、国家総動員体制、日本も整ってきました、うん、で風見としては前言いました、コネにしてもですよ、シナ事変は日本での革命の手段だと、はい、これはどういうことかってことをさらに突っ込んで、うん、はい、
いきたいですね、はい、一次資料に基づいて突っ込んでいきたいですね、はい、風見明はですね、あれですよ、こういうふうに述べてますね、今度の事変を契機として世の中は大変革を予想せねばならぬと、はい、今度の変革では例えば家族なんてのはなくなってしまうことになるだろうと、うん、家族ってありますね、日本でも、はい、貴族制度がありましたからね、はいはい、旧大名かな、うん、はい、旧大名とか旧公家が家族でしたね、はい、前大臣経験者や家族の乞食ができるようにならなくてはどうしてもこの事変は収まるまいと、はい、要するに革命を起こすということですね、うんうん、さらにこの辺が本音ですね、選挙なんてこの事変下にやめられるものならやめてしまわなくて嘘だと、うん、すごいでしょ、はいね、はい、革命だからまあ身分制度をなくすんだというようなことを言うかもしれないけども、はい、うん、選挙もやめてしまわなきゃいけないって言うんですね、これ民主主義の一応基本ですからね、はい、さらに、ひょっとしたらこの秋頃は米も切符制になるのではないかと思うと、そうなれば当然土地も国家管理ということになってくる、はい、これが品次元の目的だったんですよ、はい、統制経済はそこまでいかなくてはならぬ、はいね、はい、だから国家総動員法の先にはそれがあるということを、はい、ね、はい、これが発言している時点では風見明は司法大臣ですから、うん、あ、司法大臣になるんだね、はい、この後司法大臣になるんですよ、あ、そうですね、まあ、なる前、うん、はい、初期官庁でありその次は司法大臣ですがね、はい、こういうふうに発言してるんですねということですね、うん、それからですね、これと並行して昭和14年9月ですね、風見明はですね、この延長線上でね、はい、党は新秩序の建設っていうの構想を練ってるんですね、はい、品事変は革命の手段だって言ってますよね、うん、ね、ということですね、で そこではですね、10年間は大軍の品駐屯を覚悟することと、はい、ね、でこの尾崎細美はまあ永久だって言って煽ってるんだけど、はい、うん、風見明は10年間は品駐屯大軍を駐屯させると、はい、日本軍をね、それから憲法停止って言ってるんですよ、憲法停止、大日本帝国憲法嫌いなんです、うん、風見明も、はい、まあ、当然そうでしょうね、共産主義者だしね、近衛文麿も大日本帝国なんかどうでもいい、うん、帝国憲法なんかどうでもいいって言ってますからね、うん、はい、で政治綱領としてね、司法大臣になる人間ですよ、はい、この後すぐにね、旧勢力は一種の革命的手段にあらざれば日本においてもまたこれ払拭しえざることを明白となれりと、ちょっと昔の言葉遣いですけどね、したがって遅かれ早かれ旧勢力払拭のために大衆の蜂起を見るに相違いないと、はい、ね、この混乱理にありては満州朝鮮台湾ともに反逆すべきだと、大日本帝国に、はい、つまり口頭に反逆すべきだということですよね、はい、でこの過程中にありて革新日本が体現され、うん、その力によりて党は新秩序の建設を行われるべしと、ほう、はい、ね、でこの言葉遣いですよ、新秩序って言葉でニューオーダー、ニューオーダー、ニューワールドオーダーの東アジア版ですよ、はい、ね、繋がってんですよ、うん、ずっとね、うん、思想的にね、はい、ですから革命的手段とかね、大衆の蜂起を展望に入れてる風見明はね、うん、それが国家総動員法ですよ、はい、うん、の流れですよ、はい、うん、で風見明はその延長線上で大東亜戦争がありね、はい、そして日本を敗戦させて順々にステップを踏んでってるわけ、彼としてはね、うん、そして戦後日本で本当に、共産日本人民民主主義共和国を作ろうとしてるわけですよ、うん、本気で彼はね、うん、そういうことですね、ということね、それからもう一つですね、中国共産党をめぐる品情勢についてね、こういうふうに言ってるんですね、昭和14年から10月、昭和14年の10月時点で風見明は品における、うん、石化勢力の台頭は傾向としてこれを認識するの必要がありと、はい、中国共産党が品大陸を取るっていうふうに言ってるんです、はい、昭和14年に、はい、ね、これ実際取ったのは戦後ですけどね、はい、もうそれを展望してるっていうことですね、うん、そして、社会主義政策や共産軍への甚だしい思い入れを吐露してね、
司法大臣になる直前の風見明ね。はい、ね、かくて日本の東亜新秩序建設にあたりては、シナにおいて大衆獲得のため一層徹底したる社会主義政策の実現必要なるを認識するのようあり。まず、シナで共産政権を作ると。はい、共産党政策をやるとね。で、シナにおける共産軍は反共の勢力と、反共の勢力と拮抗して、ここにシナ大陸は共産反共の決勝戦における首都上と化すると、要するに国民党とシナは合作してるはずなんだけど、はい、そうじゃなくて、うん、国民党と共産党軍は戦うっていう、うん、戦後の国共内戦をもう、はい、先取りしてるわけですね、はい、先取りしてるわけですね、でということですね。だからすでに戦後の中国共産党と国民政府の内戦を予期してるとね、うん、っていうかシナリオ通りですね、はい、シナリオの中に彼がいるってことですね、はい、そしてシナにおける反共的構想による情勢の圧迫は、おのずから日本の革新を急速に実現するのを必要を生み、はい、この革新のために国内問題はますます重大化すると、うん、早く事変を収拾せんとするも望むべからずことだと、シナ事変は早く収束できないと、うん、かえって国民のはつらつたる奮発心を盛り上がるシムルに足る新しき政治を生み出すことこそ事変処理のための先決要件たりと、ちょっと難しかったけど、要するに、はい、シナ事変は日本での革命の手段だったんです。はいはい、そうですね。ね、うん、これも再三教科書の話するけども、はい、教科書のタイトルにしなきゃいけないんですよ。本当ですね。第何章ね、うん。シナ事変は日本での革命の手段って、教科書のタイトルにしなきゃいけないね。はい、というのが実態ということですね。で、ここをちょっとお話したいですね。今、風見の話をしたけども、風見は勝手に言ってるだけじゃないっていうところが、はい、私が述べたいところで、はい、昭和15年春には第二次近衛内閣の直前ね、はい、第二次近衛内閣の直前、ね、風見が近衛と次のような話してる、うん、皇室の藩兵近衛と風見はこういう話をしてるね、はい、私は風見は近衛氏と二人きりになった時にね、二人きりになった時に時局の見通しを語り合ったが、近衛も日華事変がのんべんだらりと引き伸ばされていけば、のんびりだらりと引き伸ばしていくつもりなんだけど、うん、沿線気分の爆発から革命は必死の勢いであると認めていたってですね、はい、うん、で、そしてそうなると皇室の運命はどうなるだろうかと心配げに言い出したの、はい、ね、私風見がね、徳富ろ過のミミズの戯言に出てくる一鎖を例に挙げて、国民の皇室に対する関心は見かけほどのものではなかろうと指摘し、はい、うん、ね、したがっていざ革命となれば、はい、皇室の運命はどうなるか分かったものではないと、うん、風見は近衛と二人きりの時に言ったんだ、はい、ね、で近衛はツアーの二の前では困るなと顔を曇らしたという、うん、ツアーってのはあのロシア革命ですよ、はいはい、ニコライですね、ね、はい、でロシア革命とそのこの頃の日本の状況って重ねられてる部分があって、うん、はい、前もお話しましたが贅沢は敵だっていうポスター、うん、日本中に貼られたんですよ、はい、ね、贅沢は敵だエクスプラネーションマーク、エクスプラネーションマークは日本語じゃない、はい、贅沢は敵だっていうのはこれ以前にこのポスターが町中に貼られたっていうのは、はい、モスクワだった、ロシアだった、同じような表現。ロシア革命前、はい、贅沢は敵だで、ロマノフ王朝をぶっ倒せ、はい、貴族をぶっ倒せ、はい、地主をぶっ倒せですよ、はい、その贅沢は敵だって同じ言葉が日本中に貼られたんですよ、ね、だから重なる部分がある、ロシア革命とシナ事変は重なるんです、はい、うん、ね、でそれから近衛はしばし陳氏木工の体であったが、やがて、鎮痛な口調で独り言のように、僕としてはどうなろうとも皇室と運命を共にしなければならないと漏らしたんだけども、うん、皇室の藩兵だからね、うん、だけども違うよということを風見言いたいわけですよね、はい、うん、近衛とも通じてると、はい、いうことを言いたいということですね、うん、はい、だから再三言ってるように風見が一人で暴走しただけじゃなくて、近衛は近衛と一体であり、ある意味では近衛が風見を利用し、風見が近衛を利用したと、うん、はい、いうことなんですね、うん、ということで、さらにここにですね、
ソ連の話がね、はい、対ソの話が入ってくるんですね、ここを巧みにやってるので、はい、それを次回話したいと思いますね。わ、はい、かりました。まあ、今日の話ちょっと私なりにまとめるとですね、なんかこう まさにこう第一次世界大戦に疲弊したロシアみたいな状況を作り出そうという、でそれがなった時には、選挙もなくして、ね、あの新しい社会憲法とかを変えて家族もなくして、まあ、旧貴族ですね、なくして新しい新秩序をここに作ろうと、ニューワールドオーダーですよ。まさに。だから要は国家主権ではなくて、何かもっとより大きな、そうですね、はい、国境を取っ払ったようなアジアの経済圏を作りましょうみたいな、そういうことを画策してたと。うん、で、まあ、中国共産党がいずれ上がってくるだろうと。うん、で、これはあの僕が習った話ですけど、中国共産党を作った人たちってみんな日本の留学生ですね。そうですね。ね、だから日本人から共産主義を教わって、うん、で向こうへ戻って、うん、コミンテルンからお金もらって作ったのが共産党、うんうん、でその支部が日本共産党ですよね。はい、だからなんか繋がりますよね、そういう流れと思って。それが昭和もう14年には、はい、そのプランは完成して、プランは完成したって、うん、あとは実行するだけってことですね。はい、はい、そうですね。でね、まあちょうどそう言って日本共産党ができてから今年100年ということで、まだ100年ぐらい前の話なんですよね。そうですね。はい。はい、ということで、はい、また次回の続き聞いていきたいと思います。ありがとうございました。